Hey, what's up guys? How's everybody doing? I'm Bomji! アーティストの Bomji です。今回はですね、ちょっと違う、テイストで、兵庫県立美術館に来ております。で、なんで来たかっていうと、ストリートのカルチャーの一つでもあるグラフィティアートのこう第一人者というか、1980年時代にアメリカ美術で有名だったキース・ヘリングっていう方がおられるんですけど、めちゃめちゃみんなも見たことあるような絵を描いてる人なんですけど、まあ、その人の展示会があるっていうことで、見に来ました。キース・ヘリングがどんな人生を歩んでて、どんな風にこう作品を残してきたかっていうのをこの目で確かめたいと思います。では行ってみましょう。なんかいろいろあるね。初めて来ました。ここすでにおもろい感じになってますなすごいよこれ。何を表現してるんやろな。ファンキーガエルが近づいてきました。楽しみです。キース・ヘリング店の入り口は向こうという感じですね。はい、おそらくですね、写真撮影とか動画撮影多分難しいと思うんで、まあいろいろ楽しんで写真撮れるところは写真撮らせてもらって、で後で皆さんにシェアしていこうと思います。さあ早速見ていきましょう。キース・ヘリングはですね、1958年ペンシルベニア州の出身。15歳でマリファナをはじめ、酒とドラッグ、音楽に陶酔し、地元では問題児となります。高校卒業の頃、当時のガールフレンドと家出し、ヒッチハイクで転々とした後、ピッツバーグのアートスクールに入学。アーツ&クラフトセンターで初の個展を開催します。78年にニューヨークに移り、名門美術学校スクール・オブ・ビジュアル・アーツに入学。同時にゲイとしてオープンな生活が始まります。毎日バイトでクラブに通うために地下鉄を使っていた彼は、使っていない黒い広告板に気がつきます。地下鉄は人種、階級、性別、職業に関係なく多くの人が行き来する場所。ここに書けばみんなが見てくれる。そう思ったキースはすぐにチョークを買って絵を描き始めます。サブウェイドローイングと呼ばれる彼のスタイルは人の目を盗んで描くので、めちゃめちゃスリルのあるアート制作だったと思います。駅で空いている黒いスペースを見つけると、電車から降りて 2,3 分で描き上げて、また電車に乗って次の駅に向かうみたいな制作スタイルなんですね。描かれた絵には後に代表的なものとなるベイビー、動物、ハート、テレビ、天使やピラミッドなどが描かれました。81年から5年間毎日続けられた彼のユニークでメッセージ性のあるサブウェイドローイングは瞬く間に人気となり、ニューヨーカーの間でポピュラーなものとなりました。83年の個展インタビューでは、アートは大衆のもの、何か考えたりアイデアを与えたり、時には家に飾られ生活の中に入ったりする。人間をマシンと区別するなら、人間ができる唯一の表現がアートなんじゃないかな、こう極めることができると語っています。当時のクラブは文化となっていて、キース・ヘリングも取りつかれたように通います。さまざまな人種の集まるクラブは彼にとってアイデアが湧き出る神聖な場所だったようです。しかしこの頃すでにゲイキャンサーと呼ばれるエイズは蔓延していました。彼もエイズに感染していたのです。彼はバスキアやウォーホルが所属するギャラリーに所属し、さまざまな手法を駆使して社会に対してメッセージ性のあるアートを残していきます。彼のスタイルは躍動感ある独特なラインが特徴的で、現実的ではありえないような人の形や人物を文様化したようなもの、また性器を描くことも多かったようです。その後世界各地で個展やワークショップを開き、一般の人が楽しめるポップショップをオープンさせます。ポップショップは人々とのコミュニケーションを図ることが目的。グッズもアート、 T シャツは着られる版画だ。ここにいるストリートの子どもたちが美術館に行った時に自然な気分でいられることが大切だと語ったそうです。シンボルとなるものも多く、記号性を意識して取り入れていたようです。レコードのジャケットや舞台演出、ポスターのさまざまな手法を取り入れ、当時の社会問題に対するメッセージを発信。今の時代においてもすごい刺さるものがありました。エイズへの社会問題、戦争、ドラッグ、さまざまな問題に対して自らの考えを作品として残していった彼は、次世代の子どもたちとのワークショップにも力を入れ、未来を託す活動も行っていたそうです。僕は10年足らずでこれだけの活動をしてきた。もし50歳まで生きられたらどれだけできるだろうとヘリングは日記を残し、1990年自宅にて息を引き取りました。今の現代社会でも IT 化やグローバル化が進んで、情報はすぐに入ってくるようになりましたけど、一方で戦争や環境問題は本当に深刻化しているようにも思います。携帯もネットもない時代に、これだけ未知の世界を夢見て発信し続けたキース・ヘリングの社会や人を思う個の力、今の時代にも必要になってきてるんじゃないかな。僕はこんな精力的に活動できてるのかなってめっちゃ考えさせられました。皆さんはこの動画を見てどう感じましたか？ぜひコメントいただけると嬉しいです。はい、ということで、グッズも買いました。結局2時間ぐらい、じっくり見て、作品からいろんなことを感じてきました。はい。キース・ヘリングさんが31年の短い人生の中でどんな風にこうアートを表現してきたかっていうのが分かって、すごい良かったなという風に思います。また帰って、オンボロアトリエの方でじっくりお話ししたいなと思います。というわけで、オンボロアトリエの方に戻ってまいりました。はい。キース・ヘリング展。いざやっぱり本人さんの作品を生で見るっていうのはすごい、パワーとかいろんなものを感じました。はい、とても良かったですね。たった31年の中にね、めちゃくちゃいろんなこう思いとか、いろんなこうなんていうの、戦いがある人生なんだなというふうに、思いました。うん、やっぱりね、なんかこう何か目的を持って生きてるっていうのはすごいいいことやなというふうに思いましたし、で、表現する場所を見つけるっていうのはすごい大事なことなんじゃないかなというふうに思いましたね。はい。今後も僕のアート人生の中に、何かいい影響を与えてくれればなというふうに思っております。はい、ということで、せっかくなんでね、キース・ヘリングさん、ポップショップっていう自分の、アート作品のグッズやったりとかアパレルやったりとかっていうのを作ったっていうところで、展示の中にもそういう風な説明があったりとか、結構ね、そういう風に身近にずっとこう残るものとして、そういう風に作品を残してるっていう風なことも言われてましたね。はい。というわけで僕が今回買ったもの、ポップショップで買ったものをお見せしたいと思います。まず1個目は、じゃじゃん。はい。キャップでございます。はい。キース・ヘリングのね、象徴的なこの吠える犬っていうのをね、こう、刺繍で、施されてるキャップになります。で、横には、キース・ヘリングという風に書いております。はい。かっこいいよね。はい。バンバン使っていきたいと思います。アート・トゥ・ザ・ストリートっていうことで。はい。まずこれ1つ。で、2つ目が、ボイン。2つ目はですね、T シャツになります。はい。これもね、吠える犬で、キース・ヘリングのこう象徴的な、作品のこのスタイルで踊ってる人っていうのがね、結構出てくるんですよ。で、それをプリントしたものになりますね。はい。これも可愛いんで買いました。で、最後は、ドン！はい。キース・ヘリングの本になりますね。はい。中村キース・ヘリング美術館っていうのがあって、そこの10周年記念ということで、出版されてるみたいです。はい。中はね、ほんまに、今回見た作品もそうやし、いろんな、アーティストさんの言葉が入ってたりとかっていう、結構ボリューミーな、ものになっております。はい。こちらはね、やっぱ本って残るから、ぜひぜひ買っとこうということで、買っておきました。はい。以上になります。はい。ということで、今回の動画は以上となります。キース・ヘリング、どんな風に皆さんの目には映ったでしょうか？あんなね、ポップな、作品の中に本当に壮絶な人生とか、思いの部分とか、いろんな出会いとかっていうのを作品の中に込められてるんだなという風に思いました。でやっぱその人生っていうのを本当にあの人はまっすぐストレートに、表現してはったんだなというふうに思います。やっぱりそういうふうにね、こう自分を表現していく、その自分をこう信じて進んでいくっていうのはすごい大事なことやなというふうに思いました。で、またアートの手法だったりとか、新しいギャラリーさんとの出会いだったりとかで、どんどん手法が変わっていったりとか、表現するためにこの手法を選んでる。こういう風に見せたいからこういうスタイルでやってるっていうのをすごいストレートに伝わってきたというのがすごいストレートに伝わってきた、展示会やったなという風に思います。本当にね、ギャラリーずっと、美術館始まりのところからずっと見ていったんですけど、やっぱすごいね、スタイルが変わっていく瞬間があって、あ、こんな風に、表現を続けてきたんだなと。で最後にはやっぱりそのなんだろう、自分の原点の部分だったりとか、新しくブラッシュアップされた、なんだろう、温故知新みたいなところも感じたし、でまたね、本当に日本との関わりっていうところも新しく、見れた作品展でした。ぜひぜひ機会があれば、また各都道府県で開催されると思いますので、ぜひぜひ足を運んでキース・ヘリングの人生に触れてみてはいかがでしょうかっていうところで、今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が良かったな、面白かったなと思ったらいいね、グッドボタンぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もお願いします。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やべえのがおるやべえのおるな。いや面白いですね。やっぱ美術館とか博物館とかね、やっぱ面白いわ。